国内最大の賞金大会となるダイナムカップ S キューブオープン in 札幌には国内外で男女合わせておよそ150人の選手が参加しています。今日は昨日の予選を勝ち抜いた選手のほかシード選手の日本ランキング女子2位杉本梨沙選手や世界ランキング保持者らが明日の決勝進出をかけて熱戦を繰り広げています。夜には競技の普及も目指して地元の大学生とプロ選手の特別マッチも予定されています。大会は明日までです。